こんにちは、今日は缶尻のお話、この前は、これの梅雨だまり、歌口直下の梅雨だまりのお話で、これが乱気流を生むと、歌口で発生した大きな渦をここで乱気流に出くわすということでお話ししましたが、今日はその乱気流で音波に変わって、その波が缶尻まで到達したと。で、今日は缶尻のお話ですね。で、缶尻で起こってることが、これがちょうどこういう、もうこの缶尻がこういう具合に拡大したということで、ここで起こってることが、缶尻で要は服から出てると思ったのが出たり入ったりということを、要はヘルツで行ってますね。こうここまで周波数がずっとこうたどり着いて、ここで、出たり入ったりということを、ここでババ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 と、これがね、1分間に442回ぐらい、まあ1分間ですよ。それかものすごく速い速度で出たり入ったりです。まあ服から出るばっかりと思ったんが、服じゃなくて、ここまでたどり着くのは吐息じゃなくて音波がたどり着くと、ここで吹いた周波数がずっと周波数になって、ヘルツになって、ここまでたどり着くのは、ここ吹く吐息じゃなくって、空気の流れじゃなくって音波の流れになって、ここまで到達する。その音波は442回やってますからね、縦揺れの振動になってますから音波ですね。これがここで出るばっかりと思ってたのが、ここで入りしてるということは、ブー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 っとこうなってるということは、ここで小さな渦がもうものすごく速い速度で入ったり出たりということは、渦が入ったり出たりというなしに、このドーナツ型にこうなったような、円の気流になった、丸の気流がこうずっとうーっと巻いたやつがこう入ったり出たり、要は442回ってことは、バババババババという具合に音が入ったり出たり、ちゅうか音波が入ったり出たりちゅうか、この渦が音波の振動によって、ここの空気の渦が入ったり出たりちゅうことは、要はここを蓋していると、全くの蓋ではビール瓶の底みたいにボーっと近いわんですけども、ここは開いてますから、それをこういうリング状のこういう渦がボッ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 と出たり入ったりを、1分間に442回だから60秒の間に442回いくちことは、ボボボボッとこうやってるちことね。目にも伴う速さで、このリングがこういったリングがここにあって、これが縮んで中入り、膨れて出ると、縮んで入ると、これをもうものすごく442回やっとるということで、ここがもうこういう具合になってると。ここでただの吐息がもうこう出ていくでなくって、ここがもう出たり入ったりで、振動、ここまでたどり着いたヘルツの振動をこちらに逆に戻しているということで、再びここの歌口の梅雨だまりの乱気流のところに、もう一度乱気流のところにこう下から上がってきた歌口、今の歌口が重要な役目しているので、そこから上がってきた音波がここでまたここの乱気流に合流して、ここのまた音波と、まあ言ったら対立するわけね。することでボッ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 というブン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 って、ここで吹いた音がボーッとボボボボボッという具合に
響き合うんですね。で響き合うということはブブブブブブということですね。で要は漢字はここに、要は前にね、ここにこの差し込みをね、こちらに間違って刺す人がおったら困ることで、ここに赤インクマジックペンでこう塗ったんですね。途端にならなくなったということで、ここに何かあるということで、ここを研究したら、ここをツルツルじゃダメということね。インク塗るとこのここが表面がピカピカになるということね。インク塗っただけでね。だからその抵抗がなくなったような状態で、この出入りがもっとスムーズになったということで、かえってこの振動がもうこれ、まあ、入ったふたしたり離したりふたしたり離したりするようなことができなくなったような状態になったと。慌ててこのインクを取ったら正常に戻ったということで、ここを特殊加工しましたね。だから余計音波が戻るということで、ここでこの歌口にぶち当たるということで、いうことでボッ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 という音が出るということね。ボッ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 という音が出てくるんですね。というふうな音が出ますね。ということで、今日は漢字のお話で、こういうふうになったということは、ここをちょっとまあ見てもらって、はい、こういう漫画を描いて、要は漢字がこういうふうに、渦のドーナツ型の渦が縮んで入って膨れて出てくることをかなり強烈な速さでやってるということが分かったということは、これはあまりにも速くて目に見えないし、要は音を出してるということがどんなもんかということは目で見えませんから、これは私の推測なんですが、まさしくこうやったんじゃないかということですね。それを基づいて、要は音波がこういう音波がずっと伝わってきたやつ、これ伝わるということは、こんだけ音の速さですからね、こんだけばの距離はもう一瞬ですね。それが伝わって、ここで、こういうリングが入ったり出たりするのを、で蓋状態で跳ね返してると、この音波を跳ね返してまた歌口の方に戻って、またこの梅雨だまりでまた前から入ってきた分と喧嘩して、ものすごく勝ち合いして、響きが出てくるということが分かったということで、それを重点的に、やってみたということで、かなりのいい音が出だしたということですね。ただのパイプが、いい音が出だしたということです。でハイブリッドコラブレはコラブですね、 16KS、 これはね、要は 16KS、 これね、でこれはそういうふうな構想で、そういうふうな考えで作りました。ここね、こことここですね、この中ねを作りました。どうぞよろしく。ハイブリッドコラブ、今日は共鳴の感じり、歌口と感じりの技ですね、それを解き明かすというお話でした。よろしく。